はい、本日はですね、こちらノースフェイスのスクエアロゴフーディーを紹介していきたいなというふうに思います。でですね、まあ、パッて見てもらったらわかると思うんですけど、これ2着並んでるんですよね。で、まあ、2着並んでるっていうことは、僕のと、あと、嫁さんのですよね。まあ、これなんでこの2着も嫁さんのも買ってるんかっていうのはですね、前回の動画上げてると思うので、それをまず見てもらったら、どういう理由で買ったかっていうのはわかりますので、見ていただきたいなというふうに思います。ということで、まあ、2着あるのでご紹介していきたいなと思います。まあ、これ一応メンズ用にはなってるんですけども、まあ、女性でも全然着れるっちゃ着れると思うので、まあ、最後の方には、嫁が着てる様子とか、もう多分撮影してると思うので、それを見てもらえればと思いますし、嫁自身がその身長も低いんですけど、まあ、それでも女性でも着れるし、逆に言うとこれちょっとサイズ的にちょっとちっちゃめなんかもしれないので、まあ、その辺とかのお話をしていきたいなというふうに思うんですが、これまあパッて見てもらったらですね、こういうタイプの、まあ、表にこうあるのってどこにでもこう見たことあるような感じやから、でこれです、見新しい感じせえへんなっていうふうに思うと思うんですよね。で僕もそう思ってるんですよ今でも、特に見新しい感じせえへんなと思うし、まあ、前からずっとあったんちゃうかなっていう感じはしてるので、まあ、本当にまあ定番みたいな感じのやつだと思うので、このロゴがどうたらとかっていうところじゃなくて、まあ、僕のチャンネルらしくまあ、どういう日常生活で使えるんかっていうところを話していきたいなというふうに思いますので、まあ、今日の流れもいつも通りな感じになってて、まあ、特徴ですね、こういうフリースのどういったその特徴があるから普段の日常生活でどういう使い方ができますよみたいな話をしていって、でその時にデメリット、まあ、と言いつつも、まあ、このフリースじゃないか、パーカーですね、パーカーのデメリットっていうのが、まあ、素材の部分から考えられるところとかもあったりするので、まあ、その辺のお話をして、で次におすすめの人ですね、まあ、どういう人におすすめなのかっていうところを、まあ、ちらっと話して、最後はサイズが、ここが多分一番注意点になってくるかなと思うんですけど、まあ、そんな順番で話をしていきたいなというふうに思います。ではですね、早速まず一番最初には行きたいなと思うんですけども、まずこのフリースじゃなくてパーカーですね、何回もフリースというけどパーカーですね、このパーカーがですね、一応裏側見てもらったらパッてめくってもらったら分かるんですけど、裏肝になってるんですよね。でこの裏肝というのが、まあ、どういうことなのかっていうと、普通のパーカーってこう裏毛っていう網目になってるんですけど、これに関しては裏、その上から肝の生地を貼り合わせているので、まあ、本当に、まあ、これからの秋とか、冬とかに着るような感じになってて、まあ、裏毛のやつであれば年中着れるんですけど、まあ、こういった、よりこう寒さに対応するようなフリースになってるっていうことなので、まあ、時期としてはこれからの秋と冬ということになってて、まあ、春に着るにしてはちょっと暑いんちゃうかなというところで、やっぱり、これからの、秋冬がメインの生地というか、まあ、そういった作りになっているというのがまず一つ目の特徴かなと思います。で次がですね、木カラーということになっているんですけど、まあ、こういったフリースっていうのはですね、こうパーカーですね、パーカーっていうのはですね、単色のものか木のカラーのものかって大体分かれるんですよね。まあ、単色のものっていうのは何っていうと、まあ、僕が今こうやって着ているような黒とかもそうなんですけど、まあ、真っ黒だから別に黒に他の色が入ってないんですよね。薄い黒も入ってないし、濃い黒も入ってない、全く同じ色の黒で作られているというのが単色になってて、これはね、よく見てもらったら、今アップの映像で出てると思うんですけど、よく見てもらったら、あれちょっとグレーっぽいとこがあるなとか、ちょっときなりっぽいところの色味があるなっていうのが、こう混ざっていって、遠くから見たら、ちょっとこうなんていうんですかね、薄いきなりっぽい感じにもなってるんですけど、近くで見ると、そういういろんな色が混ざってるっていうのが、木っていうカラーになってくるんですよね。で、これが木っていうのが、このきなりとグレーだけじゃなくて、例えばそれ他にやったら、青でも木を作ったりできるんですね。薄い青と濃い青入れたり、ちょっと黒を入れたりとかして、こういうちょっとまばらな色味にしたりとかするんですけど、まあ、これをすることの何がいいかっていうとですね、やっぱ色味にこう深みが出てくるっていうのもそうなんですけど、まあ、それ以外にあったら汚れが目立ちにくいっていうのがあったりしてて、やっぱどうしても単色のこういうのとかってなってくると、まあ、黒はまだいいんですけど、こういうきなりとかで単色一色になっちゃうと、ちょっとこう黒が入ったりしたら、あ、すぐ汚れたって分かったりするんですけど、こういう風にあえて木を入れることによって、まあ、木を入れる、木カラーにすることによって、ちょっと汚れが目立ちにくいっていうのがあったりするので、よくフリースなんかでは見られる、フリースじゃない、パーカーではよく見られるとは思うんですけど、すみません、さっきのね、この、ま、動画の撮影の前にフリースの動画撮ってるので、ずっとフリースって言ってますけど、パーカーですね。はい、っていうことになってるので、まあ、汚れが目立ちにくいっていうのは、まあ、木ならではの特徴になってくるのかなというところで、それを採用してるということになってて、次がですね、洗濯が乾きやすいっていうことになってて、このパーカーとかって、やっぱりこの、特にこれ冬場に使うようなパーカーになってるので、結構厚手なんですよね。で、さっきも言ったみたいに、裏にも肝生地をこれ貼ってあるので、より分厚い感じにはなってるんですけども、生地がポリエステルっていう生地を使ってくれてるおかげで、乾きやすいんですよ。で、ポリエステルってどういう生地に使われてんのっていうと、例えばフリースとか、あとそれ以外にやったらジムとかで着るような、こう、なんていうスポーツウェアみたいな感じ
じの生地なんかもあのポリエステルっていうのは使われてるんですけど、そういった生地って結構速乾性があると思うんですよね。でまあ元々濡れにくいってもそうなんですけど、濡れても乾きやすいっていうのがあったりするので、まあ、これから特にあの冬場のなかなか洗濯物乾かんくて、でおいおいまた洗濯物乾かんのかい、もう今日の洗濯物あるでっていうような状態とかで困ると思うんですけど、まあ、そういうのがこう乾きやすいので、あんまそういう問題がないっていうことになってて、やっぱどうしても分厚いパーカーにしちゃうとその分乾きにくさっていうのが出てくると思うんですけど、まあ、ちゃんとそういうのも考えられて、おそらく作られてるんやろなとは思います。でですね、一応これはポリエステル100で作られてるんですけど、袖口のところだけウレタンが入ってるんですね。だからウレタンが入ってるからこういう伸びたりとかするっていうのが、まあ、いかにもこういう、なんていうんですかね、クラシックではないというか、あの最新っぽいんですね。ポリのパーカーで、ここにウレタン使ってるのってめっちゃ最新っぽいなっていう感じはするんですけど、まあ、そういった、まあ、機能性を考えられたというか、まあ、そこまで大した機能性ではないんですけど、まあ、そういう日常生活でも使いやすいような感じになっていると思います。逆にここにポリを使わんかったらもう伸びないんですよ。あのポリだけポリエステルだけだと伸びないので、ポリウレタンを入れてちゃんと伸びるように設計されているということになっているというのが、まあ、この辺の特徴かなと思います。まあ、あとはね、このローの話とかしたってあんまそんな大したことないので、大したことないっていうか、まあ、ここにね、あの刺繍のロゴがあって、後ろにも刺繍のロゴがあって、あと袖にロースレースっていうロゴが入っているので、まあ、これはデナリなんかと一緒ですよね。デナリジャケットとかと一緒で、こういう袖にロゴが入ってるという感じにはなってますね。これ毎年出てるのかちょっとどうかわからないですけど、よく見かけますよね、こういう腕に入ってるやつって。まあ、そんな感じにはなってますと。で、その中でも僕らが買ったのは、これは今回きなりっぽい色味になってて、これグレーではないんですよね。グレーは、僕今ちょっとパーカー作ってるので、グレーのパーカー作ってるので、グレーはいらんなってことで、オートミールというカラーをチョイスします。両方ともオートミールというカラーになってますね。で、次、デメリットに行きたいんですけど、まあ、デメリットが何かっていうと、まあ、パーカー自体のデメリットっていうのはそんななくて、普通じゃないですか。至ってこう、なんていうんですか、シンプルなパーカーやし、で、まあ、ポケットもついてて、このポケットの裏側も裏肝になってて、まあ、特にこのデメリットないかなとは思うんですけど、やっぱ生地ですよね。これ生地のデメリットがあって、これ何かっていうと、さっき言ったエポリエステルっていう乾きやすい生地使ってんやろみたいな感じだと思うんですけど、もちろんその通りで乾きやすい生地なんですけど、これずっと使ってたら毛玉できるんですよね。で、まあそれはもうどうしても仕方ないっていうところで、でポリエステルって毛玉できんやっていう感じの人もいらっしゃると思うんですけど、分かりやすく考えてもらったらフリースなんですよ。フリースって毛玉めっちゃできてくるじゃないですか。この脇のところの擦れるところとか、あとなんかリュック背負ったとか肩のところとかに毛玉がどんどんできていたりすると思うんですけど、まさに同じ生地っていうか同じ素材を使っているので、まあ、ちょっとこう擦れやすい部分とかにはもう毛玉ができてくるのも仕方ないというか、もうそういうもんなんで、別にこのパーカーからとかじゃなくて、もうポリエステルの生地使ってたらまあそういうもんということになってたりとか、まあ、あとポリならではで言うとちょっとやっぱ匂いとかはつきやすかったりとかするので、まあ、冬やからね、そんなに気にならへんとは思うんですけど、まあ、大いにを気にされてる方なんかはちょっと注意かなという感じっていうのがデメリットっていうことで、まあ、パーカー自体のデメリットっていうのはないんですけど、まあ、そういう生地自体の生地としてのデメリットかなというところには思いますね。で、次がですね、おすすめの人ということになってるんですけど、まあ、おすすめの人はですね、最初冒頭でも言ったように、これメンズ用なんですけど、レディースでも着れるんですよね。っていうのも、多分全体的にちょっとサイズ感がちっちゃいんですよ。これ一回ちょっと僕今から着てみるんですけど、はいと、まあこんな感じになってて、まあ後で全体の様子は見てもらうんですけど、僕は178、65キロで、これが XL なんですよね。XL で僕やったら結構ジャストというかちょうどいいぐらいになってるので、僕よりもちろん背の高い方とかいらっしゃると思いますし、まあ、筋肉質な方もいらっしゃると思うので、まあ、そういう方なんかはちょっとサイズがちょっと厳しいんちゃうかなということで、まあ、逆に言うとそういう女性とかと一緒に着るとか、まあ、そういう風な感じの着方ができるといえばできたりはするので、まあ、その辺なんかはいいんじゃないかなというのがまあおすすめという感じですかね。だから逆にその背の大きい人とかはちょっと逆に選べないかなというふうには思いますということになっているので、まあ、最後サイズ感っていうところなんですが、ちっちゃめっていうことで、僕がこれ L サイズで、まあ、こんな感じで着てるんですけど、次嫁が151センチで体重は P キロで、サイズが M サイズになっているので、まあ、その辺を見てもらいたいなと思います。まあ、これ一応メンズ用って言っててもほぼユニセックスみたいな感じじゃないかなというふうに思いますので、最後その映像を見てもらって終わりにしたいなというふうに思います。ではですね、本日は、ノースフェイスのスクエアロゴフーディを紹介してみたという動画になってます。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。